この時期の東京ディズニーシーできるだけ並ばないアトラクションでたくさん遊びたい。そんな皆さんに今日は30分以内で遊べるショーを6選紹介していきたいと思います。撮影した曜日は金曜日です。あくまでも目安として見てね。まずは15分で乗れたニモ&フレンズシーライダー。このアトラクションはシーライダーに乗り込んでニモやドリーと海の世界を楽しむアトラクションです。続いても15分で乗れたアクアトピア。3人乗りのウォータービークルリ乗り込み迷路のようなコースを楽しむアトラクションです。続いて妻の一押し5分で乗れたシンドバット。シンドバットとチャンドゥと一緒に心のコンパスを信じて旅に出るアトラクションです。続いてはアラジンにも会えた25分で乗れたマジックランプシアターです。このアトラクションは僕の一押し。シアタータイプのアトラクションで本物のショーを見ているような気持ちになるアトラクションです。次は10分で乗れたジャスミンのフライングカーペット。空飛ぶ絨毯に乗って空中散歩を楽しむアトラクションです。そして最後2つの街をつなぐ移動手段ディズニーシーエレクトリックレールウェイ。僕は毎回アメリカウォーターフロントから移動する際に快適な電車の旅を楽しみます。みんなが手を振ってくれるのも一つの楽しみ。以上6選でした。みんなが好きなアトラクションはこの中にあったかな。スムーズで快適に遊べるアトラクションで素敵なディズニーシーをお楽しみください。今日もご視聴ありがとう。